宇宙では時間の流れが止まっているようだ。気の狂いそうなほど暗く静かな宇宙を漂っていると、体ごと空に溶け込んでいってしまいそうな気がしてくる。そんな我々にとって唯一の人間らしいひとときを演出してくれるこの芳醇な香り、今深く味わいの時。何やってんだいアロン。よう、エリック、コーヒーでも飲むかね。あとあと、こっちは忙しいんだから。まったくのんきでいいね、おじさんは。もうじき大気圏突入だってのに。最終チェックはみんな俺がやっといたぜ。俺みたいな優秀なクルーは宇宙のどこを探したって。ところでエリック、B3 システムもチェックしたのかい？え？よっぽど嬉しいんだな、あいつ。エリックが張り切るのも無理はない。地球を経って3ヶ月、惑星レザリアのワトソン研究所へ物資を運ぶのが我々の仕事だ。そこでの作業はほとんど機械任せだから、俺たちにとっちゃ1ヶ月の休暇みたいなもんだ。だが若いエリックにとって何よりも楽しみなことが、恋人のシェリーに会えることだ。そうですか、地球からはるばるお客様が。嬉しそうね、シェリーさん。いや、年に一度この研究所に地球の香りを運んでくれる大切な友人ですのじゃ。いや、友人以上の若者も約1名。やだ、おじいさまったら。あら、赤くなったわ。おいしいコーヒー。姫はすっかり地球の香りのファンですな。ああ、このレザリアでできたコーヒーです。お気に入りなら豆を包みましょう。どうしたんです、リベロさん。心配そうな顔して。気にかかることがありましてな。はあ、国王が亡くなられてから、どうもプラウド総督の様子がおかしい。何？プラウド総督が？わしにはどうもあの男がよくわからんのじゃよ、ワトソン博士。リベロ！プラウド総督よ！お迎えの到着ですな。
それでは明日はこちらからお伺いします。シェリー、きっと来てね。え、分かったわ。さて、そろそろエリックたちを迎えに行くとするか。そうね、私アントワネットを呼んでくるわ。いや、今日はアントワネットはデータの収集日じゃ。え、じゃあ迎えに行けないの？いや、わしが運転する。ああ、うん、なんじゃその目は。あ、スペースポートまでなら大丈夫かな、老人の運転でも。無理に来いとは言わんぞ。なんならわしは一人で行くからな。あ、やだ、おじい様、冗談だったら。ねえ、待って。みるみる高度が落ちていくぞ。なんとかならねえのか。ダメだ、出力が足りない。原因は一体何だ。わかんないよ。チェックは全部済ませたって言ってなかったのか。突然狂い出したんだ、嘘じゃない。何でもいいから早く何とかしろ。おい、アーロン、ちょっと見て。なんだこりゃ。遺跡みたいだな。ジャングルの中にこんな遺跡があったなんて。そんなことより、いよいよやばいよこりゃ。どこか不時着できそうな場所はねえのか。どこまで行ってもジャングルばかりだよ。やむをえん、脱出だ。火災の危険はなさそうだ。ああ、どうする。とにかく研究所へ急ごう。いや、頑丈な船でよかった。研究所は本当にこっちでいいのか。ああ、方角は合ってる。ん？おい、エリック、あれは？え？飛行機じゃないの？いや、飛行機はわかるけど、こっちへ向かってくるぞ。なんかヤバそうだな。うわっ！おい、また来るぞ。え？あの木の間に隠れるんだ。遺跡から飛んできたのかな、あいつら。まさかそんな。捨てて逃げよう。逃げるってどこへ。川に飛び込む。やれやれ、やっと行ったか。たく、なんで脱出用のホバーから脱出しなきゃなんねえんだよ。これからどうする。しょうがない、歩いてでも研究所へ行くさ。しかし、奴ら何者だったのかな。何？
遺跡の近くに墜落。地球の船に間違いないのか。は、何度かレザリアへ飛来しているものと同型の船です。生存者は。はい、全て始末いたしました。よし、ご苦労。総督、リベロ様がお呼びです。何か折り入ってお話があるとか。この忙しい時に。このところ毎日のようにああしてたくさんの車が何かを運んでおる。総督、あなたは一体何をなさろうとしているのか教えてくださらんか。何事かと思ったら、いずれお話しいたします。今話していただきたい。あくまで隠し通すというなら、それはもう姫をないがしろにする背信行為ですぞ総督。そうまでおっしゃるなら、私としては無用な混乱を避けたかっただけです。構わんから言いたまえ。我々はある遺跡を発掘しているんです。そう、あの伝説の巨大宇宙船イクシオン号が眠る遺跡です。イクシオンだと。発掘作業はすでに 90% 完了しています。イクシオン号を発掘してどうされるおつもりか。私には学術的興味はありません。純粋に実用価値を認めたからこそ。実用？とんでもない。イクシオンを動かしてはならん。なぜまたそのようなことを。40年前に初めて発掘したわしが言うんじゃ。イクシオンはこの星そのものを発射台として燃焼させてしまう恐ろしい船じゃ。それが分かったからこそ発掘を中止したんじゃ。それを何をなさる。仮にそれが真実だとしても、それがどうだというんです。我らの目的をお忘れですか。イグナシア姫のもと、古国メガロスに王政を復活させること。イクシオン号さえあればそれが実現できるんです。いいですか、何もかも姫のため、メガロスのためなんですよ。私はこの星に何の未練もありません。プラウドの言う通りかもしれん。わしは年を取りすぎたようだ。この星での安住を願っていたのはわしの独りよがりか。姫には未来が。遅すぎるわ、いくらなんでも。ああ、エリック、俺はもうダメだ、置いて行ってくれ。アロン、見てみなよ、ほら。ようやく着いたか。ワトソン博士。シェリー。ワトソン博士。誰もいない。やっと見つけた。君は。アントワネットです。アントワネット。すると博士の言ってたヒューマノイド。ヒューマノイド。そうと、このわしが作るんじゃ。ただのロボットとはわけが違うぞ。どう違うんです。つまり人間のために尽くすだけではなく、自然と共存していけるロボットじゃよ。へえ。このレザリアに長くいると、なぜか創作意欲をそそられてな。まあ、来年また君らが来る頃には完成しとるじゃろう。どんなのができるんだろうと思ったけど、博士の美的センスを見直したな。センスですか。ああ、とっても綺麗だよ。おいおい、誰と話してるのかと思ったら、俺も紹介しろよ。
そうか、アントワネット。こっちが相棒のアーロン。俺はエリック。はじめまして、アーロンさん。帰ったぞ、アントワネット。いやー、さすがにこのコーヒーはうまい。生き返った気分だね。はい、アーロンさんの生活反応から分析して最も体内吸収率の良いコーヒーを入れしました。3種類の豆をブレンドし。あ、博士、目星はつきましたか？いや、見当もつかんよ。ひょっとしてメガロスが？いや、彼らが君たちを襲う理由はない。まあ、いずれにしろ明日総督に会ったら直に聞いてみるさ。ところでエリックは？あれですよ、さっきからずっと。はあ？シェリー、おいシェリーったら開けてくれよ。そんなに拗ねなくったっていいだろ。事故だったんだから仕方ないじゃないか。機嫌直してさ、泳ぎんでも行こう。ああ、そうかい、そんなに分からず屋とは知らなかったよ。いつまでもそうしてるんだな。勝手にしろ、おたんこなす。おたんこなして悪かったわね。何かね、ありゃあの頃が一番楽しいんですよ。ここはいつ来ても心が休まるわ。ああ、そうだな。地球じゃこんな安らぎはなかなか得られないよ。アントワネット、何をキョロキョロしてるんだ？お二人が話されていることを分析するためにデータを集めております。データ？心が休まるのに適した環境は酸素含有量 20.75%、 気温摂氏29度、湿度 57%。 よし、行こうシェリー。それ、ちょっとやめて、エリック。それやだったら、やめて。もう、やったわね。あ、それパワフル。おかしい。楽しいですか？はい、とっても。この二人の精神年齢って同じ程度かしら？推定年齢26歳、アングロサクソン系の女性ですね。僕のワイフだよ。君にとってはただのデータベースかもしれないが、僕にとっては大切な思い出の写真なんだ。アーロンさんのデータバンクには奥さんの顔は記録されていないのですか？いや、こればかりは君のコンピューターでも解析はまず不可能だろうね。は？おや？こいつはいいぞ、アントワネット、来てごらん。ほら。本当に楽しそうですね。お二人で仲良く天体観測ですか？エリック、今何て言ったの？え、いや、だからつまり。結婚しよう。これがイクシオンの鍵。なぜ私にこれを？わしは戦は好まぬが、しかし姫にとってメガロスはたった一つのふるさと。総督、
正直言ってわしにはどうしていいのかわからん。このレザリアでの暮らしが本当に姫のために良いのか悪いのか。イクシオンを動かすには二つの鍵が必要じゃ。それと今一つは共に発掘したワトソン博士が持っておられる。おいシェリー、早くせんかい。待って、エリックたちが見当たらないの。エリック、エリック、何を言っとるんだ。二人とももうとっくにセル号の修理に出かけとるわい。どうだい修理の方は。ああ、あと 2,3 箇所回路をつなげばとりあえず飛べるようになる。そっちは。ああ、 OK さ。ただ何者かが船内を調べた形跡がある。俺たちを襲った奴らだな。多分ね。アロン、俺ちょっとあの遺跡を見てくるよ。おいエリック、危ないぞ。平気平気、じゃああと頼んだよ。気をつけろよ。しまった、コーヒー二人分沸かしていたんだった。今日はバカにのんびり走るのね。時間には余裕があります。ゆっくり行きましょう。え、景色でも楽しみながら。なんかいつものアントワネットと違うみたい。うん、ま、いっか、せっかくのドライブ日和だもんね。本当に綺麗。クラウド総督、ワトソン博士とシェリー城がお見えです。よし、城門を閉じろ。戒厳令を敷く。イグナシア姫およびその関係者は全て閉じ込めろ。え、イグナシア姫もですか。そうだ、私が全権を掌握する。58区域に侵入者です。地球人と思われます。戦闘員か。民間人のようですが武器を携帯しております。生け捕りにしろ。はっ。
それではイクシオンの鍵はどうしてもお渡し願えぬとおっしゃるのですな。渡せません。これほど頼んでもあなたには分からんのですか。このレザリアの美しい自然と豊富な資源がどれだけ貴重なものかということが。こちらにもこちらの事情があるのです。そのあたりを汲んではいただけませんか。プラウド総督、本当にイグナシア様のお考えなのですか。お二人にぜひお引き合わせしたい人がおります。城内への立ち入りは禁じられております。このままお戻りください。あの男を見てください。私の部下が禁制区域で捕らえた男です。あなた方が鍵のありかをお教えくださればすぐにでも彼を釈放しましょう。どうしてもお教え願えぬのなら。さあ、待って。鍵は、鍵を持っているのはアントワネットよ。アントワネット。博士、アントワネットとは誰ですか。わしの作ったヒューマノイドじゃ。鍵は彼女が持っておる。アントワネット。よし、捕まえろ。鍵を渡してもらおうか。博士、左肘のボタンを押せば取り出せるようになる。アントワネット、すまない。イクシオンの作業は完了しました。よし、すぐに出発の準備にかかれ。はっ。プラウド、考え直すなら今のうちだ。ふん、今さら何を言う。よし、鍵をこっちへ投げろ。シェリーを離せば投げてやる。鍵が先だ。心配するな、約束は守る。
当にレザリアはなくなっちまうんですか？ああ、ほぼ間違いない。クソ、あいつら俺たちを行かせまいとして。よし、俺が奴らの注意を引きつけるから、その隙に二人とも逃げてくれ。ダメ、エリック。だって他に方法が。ダメ、お願いやめて、エリック。総督の命により射殺します。バカ野郎、お火が冷めちまったぞ。なんて荒っぽい援護じゃ。エリック、エリック。アーロン、後を頼んだぞ。エリック、どこ行くの？エリック、まさかプラウスたちを追って殺されてしまう。アーロン、早く早くセルゴを出して。いや、修理がまだ。やっとここまで来たんだ。よし、他の乗り物を。アントワネット、どうなってるんだ？そうか、何もかもエリックのために。待ちに待った時が来た。ついにイクシオンは我が手に収められたのだ。大いなる夢が今現実のものとなるのだ。
アントワネット。アーロン、コーヒーができてるよ。おう、それじゃあコーヒータイムにするか。あれ、コーヒーカップは？何言ってるんだ、シェリーが洗いに行ってるよ。はい、クッキーも焼けたわよ。おう、そいつはいい。見て、すごく綺麗。ん？うん、ちょっと苦いが最高のブレンドだ。地球とレザリアのね。